ウェードボックスは三塁手として最多の8回シルバースラッガー賞を受賞している。シルバースラッガー賞はナショナルリーグアメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品である、ルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。三類種としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、ウェード・ボックスの8回が最多である。ボックスに次ぐ受賞回数は、マイク・シュミットの6回で、 賞が創設された1980年から5年連続で受賞している。シュミットに次ぐ受賞回数はマット・ウィリアムズ4回である。アレックス・ロドリゲスは三類一種として3回受賞しているが、ニューヨーク・ヤンキー水石前に遊撃種として7回受賞している。ミゲル・カブレラは三類一種として3回受賞しているが、一類手種として3回、外野種として1回受賞している。 ジョージ・ブレットが1980年に三類手としてシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録となる打率390超打率664を記録しているアレックス・ロドリゲスは2007年に三類手としてシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録となるの54本類百156打点を記録しているナリーグの三塁手としてシルバースラッガー賞受賞者の シーズン最多本塁打記録は、マイク・シュミットとエイドリアン・ベルトレの48、本塁打である。出塁率の三塁手として、シルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録は、ウェード・ボックスの476である。2009年の受賞者、エヴァン・ロンゴリア・アレックス・ロドリゲスは、ニューヨーク・ヤンキース遺跡後に、遊撃手から三塁手へ転校以降、3回。 シルバースラッガー賞を受賞している2009年の受賞者、ライアンジマーマン2007年、2008年の受賞者、デビッド・ライト。ありがとうございます。